はい、どうもラッチステーションのラッチです。今日は、ウーキーホップラップ、ウーキーホップラップの練習をちょっと始めていこうと思います。って言っても、まあ、昨日ちょっと練習してみたんですけど、まあ、ウーキーホップラップっていうのは、まあ、2つの動きをね組み合わせる技になってます。まずこのホップザフェンスと、このウーキー、クロスラップですね。あのウーキーって呼ばれるこの上の周りに巻きつけて回す動きなんですけど、この2つを組み合わせる技になってます。このために、右手と左手でそれぞれ意識することがあります。1つ目が、左手、まあ、これは右手でもどっちでもいいんですけど、まあ、僕は左手でホップをやることにします。左手でホップをする腕が動かないことっていうのも、このホップをしている最中にもウーキーをこう回さなきゃいけないですよね。その回すときにこっちの手がこういうふうに動いてしまうと、その回った拍子にあのこっち側の制御ができなくなって、いよいよ戻ってきちゃったりするので、このホップの手を安定させるっていうことが大事になってきます。手首と指でホップを回すっていうことですね。手首と指だと、あの腕も一緒に使うときと違って、手首と指だけだと回転が、あの返しが弱くなりがちなので、そこをしっかり回してあげることが大事だなと思いました。あとここ固定しながら手首でやると、あのめちゃくちゃ腕が疲れます。普通のホップより全然疲れる。やっぱ意識すると違う筋肉使うんだなって思いました。はい、そして次、ウーキーですね。これは、できるだけまっすぐの軌道で回すっていうことを意識してます。補足で言うと、糸が巻かれる手、この場合は左手ですね。そっちの方は動いちゃいけないので、手首で回さないように気をつける必要があります。これから直していきたいと思います。やっぱり途中でヨーヨー回す軌道が変わっちゃうとスリープが落ちちゃうので、最後まで、ね、回転を続けさせるために、できるだけまっすぐの軌道でね回せるようにっていうのを心がけていきます。はい、そして、最後、組み合わせる練習です。このウーキー側のヨーヨーをこういう風に腕に回して、持った状態でホップをする練習。そして、それと同時にこのねウーキーを回す練習。これをね連続してできるようになるまで、やっていこうと思います。とりあえず組み合わせる練習は、まあ、ここまでなんですけど、片手だけでそのラップを回す側だけの練習とかも、ちょくちょくやってます。まあ、あの組み合わせなくていいんで、あのこの動きを覚えるだけだったら簡単なんでね。ピンチラップだったり、あとはラップの途中で、なんかディレクションチェンジだったり、クローバーラップ、だったり、そういう、片手のね、ラップだったり、そういうところも、練習しています。まあ、とりあえず今日はそんなところで、最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と評価よろしくお願いします。他の動画もチェックしてみてください。それでは、ラッチステーションのラッチでした。また明日。